ムロです。よろしくお願いします。初めに、ヒップホップ聴いたのがローラースケート場だったんですけど、そこでまあエレクトロだったりとか、まあ、アフリカワンバーだったりグランドマスターフラッシュだったりっていう音源がローラースケート場でかかっていて、 DJ ブースにこうその頃って曲名を聞きに行って歌詞レコード屋さんに借りに行って、それをテープでこう編集してみたいなところから始まったんですけど、もうその頃っていうのはまだヒップホップのリスナーっていうのが圧倒的に少なかったし、レコード屋さんに行ってもヒップホップのセクションっていうのがなくて、ブラックミュージックの中にこうやっぱり入ってる頃で、もう出る音源出る音源買っていて、やっぱり自分とやってることが同じ人があんまりいなかったのもすごく気持ちよかったんですね。まだそんな時期にすごいお前と似てるようなことやってる人が原宿の歩行者天国にいるよって言われて、僕が日曜日に行ったら、まあ、クラッシュがターンテーブル出してブレーカーが踊ってやってて、これはすごいって言うんで、毎週通い始めて2、3週目ぐらいで声かけられて、そういうの好きなのみたいな感じで、そこから結構出会ってレコード持たせてもらえるようになったりとか、そうですね、もともとラップとかも全然やるような感じではなかったんですけど、クラッシュが今 DJ がすごい多い時期だからラップやってみたらどうっていうふうにこう背中を押してくれたりとか、もう本当にすごいクラッシュには今でも感謝してますね。っていうのもあるんで、その頃からやっぱり掘り出してクラッシュに始め CTI のレベルから安いから買い始めなとか、いろいろジェームスブラウンから買い始めなとかアドバイスもらいながら買っていったんですけど、クラッシュが知らないものっていうのをやっぱり今度掘りたくなるわけですね。だからそこが一番鍛えられたところなのかなと思いますね。僕はニューヨーク行くときは93年ぐらいには結構デモテープで何本も焼いて持ってってはいたんで、多分それより前だと思うんですけど、一番初めにキングオブディーンというタイトルのミックステープを作って、そうですね、それをこうダビングしてマンハッタンレコードに自分で納品しに行ってみたいなところから始まっていたんですが、イギリスの方ですね、それこそ一番初めになんか海外でそういうのをなんか日本来た時に買っていってくれたのかなんかで、イギリスでお前のテープ話題だよみたいなことを当時言われた時はすごい嬉しかったですね。ただ、まあ、それはダンスのパーティーであって、このルーツとかダブをかけれるようなやっぱりパーティーがないんで、そこをうまくこうヒップホップとなんかクロスオーバーさせたようなパーティーが今年来年とかまあできたらいいなと思いますね。ここだな今。残念ながらやっぱ音を楽しみに来るっていう人たちがすごく減っていて、なんか日本もちょっとディスコ化してきちゃってるんですね。きっとまあこう周期で改善はしてるんですけど、がまたそういうコアな箱とかがこう盛り上がってくる時期もこれから出てくると思うんで、もう好きなことみんなやり通した方がいいと思いますね。左右差別。45カバーミュージアムっていうタイトルの本が、出て、今ちょっと手元にないんですけど、それが日本版の7インチの、ジャケットっていうのを、僕がおすすめする曲だったりとか、そことかをなんかこう面白がってくれたりとか、あとやっぱりカタカナのアートワークっていうのが今海外からも見直されたりとかもしてたりするんで、そういうアートワークだったりとか、まあ当時、ああもうこん
なん出てたんだとか、こんなの出すためにやっぱレコード会社の人は努力したんだろうなとか、いろんなものが多分詰まってる人なので、なんか楽しんでもらえるかなと思うんですけど、目標としてはやっぱり外国でやっぱりいろんな人にこう楽しんでもらう日本の面白さみたいなのが伝わればいいなと思います。目標は I love Anibanやっぱあのシュガーシャックっていう絵は本当に好きですね。なんかベタですけど、あのマーヴィン・ゲイの I want you のカバーになってる、なんかやっぱそこの中だけにやっぱ自由があるっていう、なんかあの表現は本当に素晴らしいと思います。シュガーシャックパークジャム、ちょっと初めてあの今年やらせてもらったんですけど、ニューヨークのあの公演です。もうなんでしょうね、全てのなんか目標は叶ったというか、なんかこう卒業式的ななんか DJ の感じ、なんかあれがあって、すごいちょっともう泣いちゃいましたね。ちょっとはい、やりながらなんかやっとここまで来れたっていう、やっぱり実感が一番自分の目標だったところで、やっぱり原宿の歩行者天国も一緒だったので、公演から始まって、まあ、公演でこう回せたっていう、今まで目指してた。